建築カフェ。はい、始まりました、建築カフェ。私はパーソナリティ、建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村真理です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。はい、梅雨入り宣言されてからずっと晴れてますね、はい、晴れてます ね, ね。だからものすごくこう今日もいい天気で ね,、はい、でね、京都は気持ちいいですね。ちょっと涼しいです、明日から雨、ね、の予報かな、ね、続くみたいです ね, ね、はい、で週末土曜日にですね、はい、私も所属してます京都 X というね、はい、起業家ベンチャーの方のですね、はい、集まりがありましてね、はい、で、マリちゃん知ってる言ってたけど、スピーチコンサルタントの荒尾千春さん、はいはいはい、元フジテレビのアナウンサーだと思うんですよ ね, ね、はい、でその方のお話を聞く機会がありましたね、はい、で僕もそのスピーチって、たまにあるんですよ。いろんな人の前で話せなあかんとか、はいはい、これラジオもそうやけどね、この話せなあかんとか、はいはい、結婚式で挨拶せなあかんとか、はい、突然なんか講義じゃないけどちょっと、話10分ぐらい話してくれとかね、はいはい、建築について話してくれなんてことがあって、はい、話す機会が多くてね、はい、で内容についてはある意味その自信あるわけですよね。そうですね、はい、でもそのいろんなコンサルタントされてるということでこう聞いてて、はい、でちょっと、メラビアンの法則というのがありましてね、はいはい、で相手がどういう印象を持ってるかということですね、はいはい、でこれは非常に重要やということで、はい、でこう聞いてますとね、はい、一番ね相手がその気にしてるというのが、はい、顔の表情とか、はい、服装であるとか、はい、その喋ってる姿勢とかね、はい、顔の角度とか視覚によるものが 55% なんですって、はい、ということはもうほとんど第一印象とか、はい、その辺で決められてるということですね。見た目大切ってことです ね, ね、はい、あと声のトーンとかね、はい、その喋り方のスピードとか、ちょっとした話の感覚とかが、はい、残りのうちの 38% で、はい、話の中身はね、はい、7% しか気にしてないとそんなん聞くとね、はい、やっぱりいかにこういつもきっちり服装して、はい、ちゃんとニコニコというかね、ちゃんとこう話すなあかんのかなとね、改めて思いましたね、はいはいはい、ということでこの番組は伊賀那須田建築、亀岡那須田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけこのコーナーは毎週ゲスト招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話したコーナーです、はい、本日のゲストをご紹介いたします、はいはい、2度目のご登場となります。車間加藤屋の、加藤正幸さんにお越しいただいております。はい、加藤さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、はい、2度目のご出演ですが、はいはい、お久しぶりです。どうぞ。なんか1度目がね、どうも話したらんと、はい、でもう一回出させってずっと言われたんですよ。はい、でこの前ね、2周年のパーティーでね、はい、もう日を決めましょうということで、今日に決めましてね、はい、で2回目登場していただきました。ありがとうございます、はい、話したらんかったことを今日言うていただくことになるんですけどもそうですね、はい、なんかさっきちらっと聞いてたら、やっぱり土壁ってなーって話をしてたんですね。そうですね、ね、うん、だから今ちょっとね、土壁の家が少なくなってきてますからね。だいぶ減ってますね。そうですね、そうですね、加藤さんは基本的に土しか塗らんって言ってんだよね。そうやね、僕だいたい年間8割ぐらい土の仕事をしとるもんで、ね、うんうん、なんか盛んやと言いながら樹脂塗ったり、セメント塗ったりみたいなのが多いんですよね、はい、最近。あ、なるほど、うん、それがもう土しかやらんと言うてはる人ですからね、はいはいはい、やっぱ土っていいんですかね。いいですね、気持ちいいでしょ。まあね、見たらね、うんうん、なんかこう、なんやろ、大げさやけど、はい、大地に包まれてるような、おー、ね、なるほどね、そういうこう、うん、圧力というか、はい、感じると、うん、なんかこう
あ、うとうとうっと。なるほどね。ねしますよね。うん、まあ、あの壁が呼吸してる感じはありますよね。ありますね。ね、うん、でよくほらその壁ってその土壁するとポロポロってきませんかとか、はいはい、ああいうことを先にね、はいはいはい、あのいろいろ言われて、ね、やめにしようかみたいな話になるんですけどね。うん、あれでも落ちてくるよね。でも落ちますね。それは ね, ね、どう考えても落ちますね。ですね、うん、はい、でもあの何て言ったらいいかな、それはもうその人の住まいの仕方やと思うよね。うん、うんうん、だから一番よく落ちるのは腰から下やもんで、うん、はいはいはい、腰までは板を張るとか、なるほど、はいはいはい、ですればまたボロボロしにくくなりますよね。はい、うんうん、そうですね、うん、でもっとこう今ものすごく建築から土が離れていることに対して僕はすごく懸念を持ってて、はいはいはい、あのまあ一番体にいいものはいろんなものが出てきますけど、はい、結局土なんですよね。壁にも、うん、壁に対して一番いいものって、はい、うん、でその土が今絶滅に近い状態になってきてる、極端な話をするとね、はいはい、それはもうまあ高年齢化、はい、もう踏まえて、はい、絶滅に近い状態やと、うん、でもこれは僕ら自身職人としても辛いことやけど、はい、一般ユーザーの人にとっても辛いことやと思うんだよね。今後なくなってしまったらってことですね。そうそうそう、で適正価格で僕らは仕事をしたいんやけども、うん、はい、その適正価格単価がこれ3倍4倍5倍っていう世界になっていくと適正価格じゃなくなるでしょ、はいはいはい、でもそのが間近に来てると思う、うんうん、まあ、職人さんも減ってるし、はい、土を作ってるところが減ってるってことですね。減ってるからね、希少価値が出てくるよね。そうそうそう、うん、でもそういう風にしたらあかんものやね、うん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 、昔からこうそこにあったもので家を建ててる、うん、でそこにあった土で壁を塗る、はい、でそれで人を守ってきたものを、はい、それがなくなっていく、うん、もうすごく悲しいことだと僕は勝手に思っとんねん、うん、今なんか土壁がねすごい特殊なものになってきてるから、ね、確かにあんまり見えひんなと思いました、うんうん、はい、で、まあ、以前ねその、うん、僕アルベロベッロの話をよくするんですけど、はい、アルベロベッロっていう町はイタリアの中で石で作ってあるんですよ、うん、はい、で壁は漆喰で塗ってあるんで、うん、なら多分石がそこにあったのを積み上げて、うん、漆喰で固めて家作ってるのね、うん、で日本は木造が多いじゃないですか、うん、で壁が土壁いうことは、うん、木と土はあったんやと思うんですよ日本に、うん、はい、うん、だからそこにある木を、まあ、組んで、うん、壁を土で塗ったら家ができましたっていうのが、うん、なんか木造のね、うん、あのスタート違うかなと思うと、うん、やっぱりそこらにいっぱいあったと思うんですよ、その濡れる土が、ね、そうですね、うん、今土ないじゃないですか。アスファルトやしコンクリートがアスファルトしかない、うん、そう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 、だから土がないからね、うん、だからそれが一つの原因なのかもわからないですね、うん、でやっぱりこう土壁の家に住んでると、はい、基本的なそのエアコンを使う率とか、はい、すごく下がってくるんで、はい、まあ、節約といえば節約にもなると、うんうん、でもう一つ言えば今あの環境型住宅っていう言葉がよく、はいはい、世の中で聞くんだけども、はい、土壁の土は、はい、もう一回水を足せば、はい、練り直せばまた濡れるんですよ、なるほどね、だから解体するとき捨てずに、そうですね、もう一回使えるってことだよね、うん、あの土うまく取ったらね、そうまいこと取ったらね、うん、だから産業廃棄物化せんでもいいというね、そういうメリットがあるんで、うん、 なるほどね、なるべくみんなこう残していくようなそうそう、そういう建築の業界の方向性に持って行ってくれたら助かるよねっていう、それは僕ら職人だけが助かるんじゃなくて、結果的に一般ユーザーが助かると、はい、うん、だまあここへ来て、ね、僕はちょっとその話を勝手にしたいなという、はい、感じでずっと思ってて、うん、はい、でまあ何回か無事に、はい、あの出たんやと、はい、そこ聞いてたんです、言ってたんですけどね、はいはいはい、うん、もう一回出させって言うの、いやいや分かったね、分かってくると思って出たんやと、もう一回出させよ、えらい違いですよね、はい、まあ内容一緒か、強制的やね、はい、そうだね、うん、でね、あのよく加藤さんの言うのが分かるのは、あのセメントで固まったらもう捨てるしかないよね、はい、うん、ね、ただその土っていうのをうまくあの解体の時外せば、もう一回水まねてこねたら、もう一回濡れるよということなんですよね、うん、
だからリサイクルできるものなの で、ね、今もう一回土塗ってもいいやんかということですね、うん、また何十年後かに壁を外して、うん、もう一回、ね、塗り直したら塗り直しできるよと、うん、そういう、 こうリサイクルのもんですよっていうことですよ ね、 うですね、うん、だ古材バンクってあるでしょ、その古い木を集めてるとことか、はいはい、古い僕らでも使う古い建具をね、うん、外して使うとかするんですけど、あれと同じように土集めたよね、そう古材で土集めたいんだよね。そうね、で、うん、置いといたらやね、なんか例えば京都の土とか伊賀の土とか、うん、これは本寿楽やとかね、そうやね、集めてられんやったら、そうね、そのバンクみたいなの作っといたよね、土バンクみたいなね、作ってください、うん、いやお願いしますね、うん、それがあると全然そのリサイクルできるわけやからね、うん、だから誰がやんやって話やけどな、そうやね、うん、で結局莫大な土地がいるようになってくるね、はい、ですよね、そのね、置くと置かんこにね、そうそうそう、手間がね、その砂こしたり背中やからね、うん、すごい手間かかる、ね、手間はかかりますね、うん、ただまあいい方向ではあるでしょうね、その材料をリサイクルするという意味では ね、 ね、だってほとんどがもう今あれもね、その潰したら全部産廃 で、 そうです、ね、高いお金払って、うん、ね、捨てちゃう、うん、もうここは細かく刻んでね、うん、燃やしちゃうとか、うん、もう捨てるのが大変ですもん ね、 ね、捨てるところがないぐらいでね、うん、ええー、なあそれ、ちょうどその、そういう作ってくださいよ、古材土バンクみたいなのを、そうですね、作りたいですね、うん、広い土地、伊賀に、伊賀に、そうですね、伊賀にガーンと、ね、まあ今もさっきもちょっとちらっと話してたけど、はい、最近ちょっと一緒に仕事してないんで、あ、またちょっとやりたいですよ ね、 なんかね、だから僕にそのぜひともその土塗りの壁の仕事の依頼が来ると、うん、設計できると加藤さんがペアで、はい、漏れなく漏れなく嫌な人もいるやるけどそういやいや、こんなこだわり持った人もなかなかね、なかなかいないですよ ね、 いないですね、道具とかにもこだわりある話はね、道具のこだわりは、ね、前回言いましたけど ね、 ね、もう現場ごとにね、コテ作るような人ですから、はい、もうかなりその安心していらしていいんじゃないかなと思いますね、はい、と思います ね、 ね、今日はどうも遠いとこありがとうございました、ありがとうございました、はい、それではリクエスト曲に参りたいと思います。加藤さんのリクエスト曲です。マニアコバ2から、真夏のカルメンです。芦田建設は人々の成長と幸せの創造に置き、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテン選びは人柄で選ぶ時代、芦田建設、富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を創造してまいりましょう。
想像してみてください。優しさに包まれたなら。芦田建設。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤二がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。また恋愛問題や人生相談にも答えしちゃいます、はい、ということで、ね、はい、恋愛問題軽く流しておきましょう。はい、お便り来てますので、はい、読んでいきます、はい、ラジオネーム三条小僧さんです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、藤二、はい、あれちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日6月10日は、はい、以前の勤め先もそうでしたが、はい、現在の勤務先でも、はい、夏季一時金ボーナスの支給です。そうなんや、ーボーナスってないもんな。僕ら私もボーナスもらう仕事したことないんですよ、うん、いや僕は以前はありますよ、あの会社員の時は。ただもうね、最近は社長業ですからないですよ ね、 ないですね、はい。おかげさまで今回も無事支給されましたが、はい、よかったですね。羨ましいです、はいはい。このボーナスと住宅って密接な関係にありますよね、はい、まあそうですね、はい、ボーナスは必ず支給されるものと思って、はい、ローンを組むときにボーナスの支払いを多めに組むと、はい、さっきのリーマンショックのような時、怖い、はい、支払いができずに、はい、最悪家を手放すことになりか、はい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 、なりかねませんよね。そうですね、夢や希望を聞けば、はい、キリのないマイホーム作りですが、はい、資金や予算面でアドバイスされることも多いのでしょうか、ということです。そうですよね、これものすごくこう密接な関係がありますね。関係ありますね、マイホームの場合はね、はい、うん、でもボーナスの話にするを言うとね、はい、僕そのサラリーマンの時に今の家を買ったんですね、はい、で当然ボーナス好きって組んでるじゃないですかね、それはね、はいはい、あので、はい、会社辞めたでしょ、はい、で自分で会社作ってやるでしょ、はい、まあ、代表取締役なんてボーナスないわけですよね。ないです ね、だから大変でした、ボーナス好き。その要はボーナス好きをどうやって払おうかなと、ローンをボーナス好き用に置いとかなあかんですね。そういうことそういうこと、毎月をちょっとずつ置いといて、ボーナス好きのそのタイミングに引き落としできるようにせないかんっていうのを、だから20年間はい続けましたね。だから20年ローン、25年だったかな、のローン。早く終わらはったんですね、うん、というかもうないんですけどね、僕は若い時に買いましたから、はいはい、素晴らしい、うん、でもそんなんやってましたしね。うーん、でやっぱりね、ローンローンっていうかボーナス当てにするんですよね、はい、それがやっぱり昨今の事情でやっぱりなくなったりっていうことがあるんで大変なんですよね、はい、でやっぱり僕はまあベースにあんまりボーナスを当てにせんぐらいの予算で組むのがやっぱりベストなのかなとは思いますし、例えばちょっと我慢して、はい、ある程度自己資金を増やしてからローンを、まあ、無理のない範疇で組まれるのが、まあ、一番いいかなとは思いますね。でこれって僕ら難しいんですけど、やっぱりサラリーマンの方の家を設計することもあるんですけど、はい、やっぱり上限が決まってるんですよね、はいはい、ローンが組めるね、うん、でその範疇で設計していくんやけど、うん、はい、僕らがこう設計するとどうもね、はい、オーバーするんですよ予算を。いいものにしようと思ったら、いいものしようと思ってやっていることで、ね、オーバーするんですよ、はい、その贅沢しようじゃないんですけど、はい、いいもの作ろうと思ってやるとね、はい、でそれからそのローンの金額に合わすのが大変。あ、もうね、毎回って言っていいぐらい、いいイメージついたらそれを落とすんってちょっと嫌ですよね。そうなんですよ。で僕らももう泣きの涙でね、素材変えたりするわけですよ、はい、ただ施主さんもね、嫌なんそれ、はい、今いいイメージで思ってんの、はい、やっぱここちょっと素材安いのに変えましょうかとか、キッチン安いのに変えましょうかなんて相談せなあかんでしょ、はいはい、ローンの範疇で行こうと思って、はい、でそれはお客さんもでもね、なるんですよね、悩みどころですよね。そうなんですよ、はい、だから一回僕はもうその金に富をつけないぜみたいなね、はい、仕事してみたいわ一回。いいですね。一回もないね今まで、一回もないです。で、まだ本物素材でいろいろやらせてもらってるのが、やっぱり今は葵京都生産かな、はい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 、あこはもうオーナーがですね、はい、もう偽物大嫌いなんで、はい、もう壁は土、はい、ね、もう天井は和紙とかね、うん、床はもう古材とかね、もう決めてはるんで、はい、まあ、その設計の範疇としては僕らとしてはありがたいです、はい、いいクオリティのものが挙げられるんでね、いって素敵でしたもん、うん、だからまあクオリティ高くなってくるんですよね、はい、ただほんまにこうサラリーマンもしくはこういうボーナスを当てにしてはる人に対してより良いものを作りたいんで、はい、その時のこの知恵というのはね大変なんですけど、僕らも絞っていきたいなとは思いますけどね。うん、
アドバイスはだから あんまりないです、アドバイス。いつもオーバーしてしまいます。あ、そういうことか。いかにこう節約できるかって考えんやけどね。なかなか大変ですね。そうですね。はい、今なんかこんなあれやけど、お孫さんが家建てたらええんちゃうの？なんかお孫さんになんかお孫さんに贈与するのは税金かからへんのかなったんでしょ今度。あ、ほんまですか？うん、なんかそうなったよね。安倍さんのなんかで。そう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 。なんか言ってた。うん。うん、それいつも私某京都で違う議員さんがいつもその贈与の時お金かからないようにすればいいのにってよう言ってはったんで、なんか、うん、やるんかとか思ってたんですけど、ちょっと忘れましたけど、はい、教育費に限ってかな、ちょっと忘れたけど、お孫さんに対しておじいちゃんおばあちゃんがお金出してくれるのは比較的こう、はい、その税金がかからんような法律になった、はい、法律になったんで、はい、これからそのお父さんお母さんが建ての事業で、はい、自分の子供名義で建てるとかね、そんなん出てくるのかな。いや、それはそこまでいかへんのかな、ちょっと分からない。どうなるんですかね、うん、はい、でやっぱりね、今ボリューム的にはその、はい、我々のリフォームで多いのが、はい、ちょうどその、団塊の世代の方たちっていうのが多いんで、はいはい、やっぱりね、結局今そのローンもあるけれども、はい、現金を持ちになってるのはその層なんですよね。うん、だからそこをこう、そこからそれぐらいから自分の快適な家に変えていかはるんですね。そうなんですよ、趣味とかに、うんうん、だからちょっとこう おじいちゃんおばあちゃんにね、はいはい、ちょっとごめん言うて贅沢してはる人もやりますよ。そのローンがこう組めへんやけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんにちょっとだけ援助してって言って、なるほどね、うん、それをお願いしに行ってはる人もやりますよね。まあでも本当はやっぱりそのローンの範疇で僕らがきちっとしたね、はい、より良い夢のある住宅を設計できるように僕らも頑張らないといけませんしね、はいはい、工務店さんも頑張っていただかないといけないですね、はい、難しいですよこれ、ほんまに。そうですね、お金のことって難しいです ね、うん、難しいですよね。もう夢いっぱいになってしまうんでね、どんどんそのエキサイティングになってしまって、ね、どんどん贅沢なことしたくなるんでね、はい、それがまあ選手さんもそうやし、僕らもその心情ですよね、より良いものを作っていきたいと、はい、うん、で後で後悔したくないなんて、大体1回ですもんね、そうそうそう、買い物としては後悔したくないしなと思ってね、はい、はい、ということです。はい、いろいろとアドバイス受けてみてください、ね、はい、してないか、はい、してないか、はい、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901、はい、075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp、はい、info@radiocafe.co.jp です、はい、またお便りもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。そうですね、何でもいいですよね、本当何でもいいんです、はい、こんにちはでもね、はい、もう聞いてますね、うん、なんか今度結婚するんですけども、おめでとう言いますしね、何でもいいしもお願いですからください、はい、はい、ということでもう今日はお別れの時間が参りました、はい、それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでした。はい、それではまた来週、さよなら。この番組は伊賀那須田建築、亀岡の明日建設の協力でお送りいたしました。